今から今年のドーセンボーナーセリーさんのクリスマスローズをおすすめポイントを聞きながらご紹介していきたいと思います。まずこちらはラベンダーピンクですね。名前自体も可愛いです。これはどんなお花が咲くんですか？名前の通りラベンダー色のラベンダーピンク色のお花が咲きます。上を向いてたっぷりと咲いてくれます。上を向いてたっぷりラベンダーピンクのエレガントのお花が咲く。もう花もね、早生なんで花も来始めてるんですよ。だからこれ11月頭にはもう咲いてくるんじゃないでしょうかね。早咲きの品種なんですね。早咲きのピンクの優しい感じの柔らかい花なんで、多くの方が好まれるかなと思ってます。本当ですね。ちょっと女の人の好きな感じですね。そうですね。それでお花はどれぐらいまでの期間楽しめるんですか？これは。そうですね、3月4月ぐらいまでは十分楽しめると思います。株も大きい五分鉢でしっかりしているので、この株だけでも 30輪ぐらいはもう十分咲いてくる。30輪楽しめるんですね。11月から3月だったらかなりお花の期間も長く楽しめますよね。でこれはあの今は新芽っていうことですよね。新芽で柔らかい感じですよね。柔らかい今可愛い新芽が生えてきているところなんですが、10月で夏の花はもう葉っぱは閉まったんですね。で今は新芽を育てられてるんですね。株もじゃあもうちょっとこうモリッと可愛い感じですね。の可愛いお花、ラベンダーピンク色のねお花が11月から3月の期間たくさんね咲いてくれるそうです。すごく聞いただけでね良さそうですよね。私もこれをすごく育ててみたいなと思っております。ではね次です。こちらはフロスティですね。ちょっと名前だけ聞くとどんなお花が咲くか、ね、フロスティっていうのは、まあ、フロストということで、あの霜みたいな感じの柔らかい白いお花が咲いてくれます。ちょっとフロストの柔らかい白いお花が咲いてくれるんですね。ちょっとお花の形が今までの白とは違う、すごい丸くて、立派なお花をつけてくれるということと、すごく交配が進んだ品種なので、多くのメリットを感じていただけるお花だと思います。交配が進んでるっていうことはやっぱり強いっていうこともあるし、豪華にもなったと思いますし、今までと違った感じの魅力を感じていただけると思います。豪華に楽しめる品もね、可愛いお花が咲いてくれるんですね。これもね、実は奥手なんですけども、ちょっとやや奥手の2月ぐらいからの咲きなんですけど、これちょっとつぼみが来た感じの出始めてますよね。今回つぼみなんですね。これつぼみですね。もうね、花咲きますよこれね。2月からこれはじゃあ5月ぐらい。通常2月から5月ぐらいまで咲いてくるんですね。じゃあちょっと夏のなんかずれた時期にお花が咲いてくれるように選んでたらすごくいいですよね。そうですね。白色もねクリスマスローズらしくてすごくいいですよね。コロンとした可愛いお花、しかも強いです。これもすごくいいですね。このフロスティは今シーズンこのドーセンボーナーセリーさんのねゴンベイ農場で一番おすすめの品種だそうです。すごく楽しみですね。すごくおすすめです。おすすめなんですね。おすすめです。株ももっと大きくなりますね。しっかり大きくなってすごい花がチャーミングなお花だと思います。見てみたいですね。クリスマスローズといえば白ですよね。でその白の中でも強いですし、とちょっと今までと違う形のねコロッとしたお花を楽しめるっていうところがすごくいいですね。フロスティです。私もおすすめです。私も大好きなお花です。大好き、いいですね。ではこちらはメルローですね。メルローっていうのはブドウの名前だそうですね。赤ワイン、赤ワインの赤ワインみたいな色のお花が濃い赤の黒い濃い赤、ね、黒っぽいシックな重厚感のあるお花が咲くんですね。高級感があるお花ですね。高級感があるんですね。ちょっとその花首自体も高くて50センチぐらいで咲くということでしたね。そうですね。濃いのバラの中では一番大人っぽい感じの大人っぽくて高さが花首が50センチぐらいで
で葉っぱ自体もちょっとふわっと結構高い感じで生えてくるからですね、広いところに植えるのに、そうですね、大きな鉢とか広い場所に植えるとすごく特徴が出るのかなと思います。また葉っぱもね、すごくあの特徴的で裏がすごく赤い、濃い赤になるので、葉っぱもすごく特徴的ですよ。葉っぱも綺麗に楽しめるんですね。葉っぱもすごく綺麗です。ボンテから見てもちょっと色が濃いような気がしますね。葉っぱの色が濃いです。花も綺麗、重厚感のあらかで綺麗ですし、葉っぱだけでも楽しめますよね。その深い赤っていうことなので、後ろのバックの背景ですね、ちょっと白っぽい明るめの色でもいいですし、葉はちょっと重厚感のあるような、重厚感のあるところに置いたらよりあの深みが増すので、この場所がよりこのお花で重厚感のあるものを出す形で飾りそうですね。はい、では今年のベルベットドーセンボーナーゼリさんおすすめのクリスマスローズ、まず1番はこのラベンダーピンクですね。名前の通り淡いラベンダーピンク色のエレガントなお花が咲きます。でちょっと葉っぱが柔らかいのもいいところですよね。で株張りはもっとよく、これからね、今新芽の状態がふわっと広がってこんもりした株になってきますね。でこちらは、早くお花が咲く品種なので11月から早い時期からねお花を楽しめるっていうのもすごくいいところですよね。これは私すごく一押しです。去年このお花を見た時からすごく本当に綺麗だなと思って、ちょっとエレガントな感じがすごくいいなと思って、私一押しのラベンダーピンクちゃんです、はい、でこちらはフロスティですね。フロスト、白いお花が咲きます。で白くてコロッとした可愛らしいフォルムがいいですよね。あと今までの氷のバラの白でしたら葉っぱが少し固めだったんですが、こちらは少し葉っぱも柔らかい感じで優しい印象のお花が咲きますね。これは2月頃からお花を楽しむことができますね。ちょっと早咲きのものなんかと一緒に植えておくと咲く時期がずれて楽しむことができますので、またそれもいいかなと思います。コロッとした白いお花が咲くフロスティですね。こちらは藤田さんが一番大好きでおすすめの品種っていうことでした。でこちらがぶどう色赤ワインの深い赤のお花が咲くメルドーですね。こちらが一番株張り的には大きく育ってきます。お花の高さが約50センチ程度で、葉っぱも、ちょっと今の時点で他のものより高いんですが、葉っぱもふわっと広がりますね。なので結構広い地植えとか、あと鉢植えでも一株で豪華に仕立てたいっていう方にすごく一押しですね。シックな感じで重厚感のある高級感のあるお花が咲くっていうのがすごくいいところですね。母はねちょっとシックなお花が好きなので、これが一押しっていうところでした。はい、皆さんどれもね本当に素晴らしいお花が咲きますね。でそれぞれちょっと違ういいところがあるっていうのがねいいですよね。どれを選ぼうか悩んでしまうかと思いますが、それを考えるのもまた楽しいですよね。どれを今年は選ばれますか？また楽しんで考えてみてくださいね。でこのクリスマスローズ欲しい方はね、10月の半ば頃に LINE で詳細をお知らせさせていただきますね。販売の詳細の情報は LINE でお知らせさせていただきますので、今の間にあの LINE 公式アカウントの方にねご登録いただいたらと思います。で各教室のグループ LINE に入ってくださっている方はもちろんそちらの方に流させていただきますね。でまだちょっと LINE 入っていないわっていう方は、この動画の下の概要欄のところにあの LINE にお友達登録できるリンクを貼っておきますので、こちらポチッと押していただいてお友達登録していただいてね。でちょっとどれを選ぼうかなって楽しく考えながらしばらくお待ちいただいたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
年の夏はね、すごくやっぱりゴンベイも暑かったそうですね。そうですね、今年の夏はね、梅雨明けが早くて、雨が少なくて、非常に苦労をした株になっています。少しね、ダニの跡も少し残っているところもあるので、まあ、ダニは死んでますけども、少しこういう残っているところもあるので、ご理解ください。もう駆除して死んでるものにはなるんですよね。そうですね。殺菌殺虫されてるものなんですね。これはまた新しいここのところにね、今10月、初旬の時点で新芽が出てきていますが、今からはこの新芽がどんどん育ってきて大きくねなってくるんですよね。そうですね。これと入れ替わるので、もうこれはいらない、葉っぱにもなってくるので、安心してくださいね。新しい葉っぱにはもうついたりとかは、ないですね。ないですよね。新芽がね、大きく育ってきたら、今のついているちょっと裏にダニの跡があるものはもうカットして大丈夫っていうことですね。カットしてくださいね。こういう、ピッと切って、切っていただければいいと思います。すごいですね。たくさんのクリスマスローズです。今日ゴンベイ農場にお伺いしまして、やっぱりこの青い空です ね、太陽がさんさんと降り注いでる青い空、気候もやっぱりすごくいいですよね。こんなところで元気にサンタクリスマスローズがね、今揃えてきています。クリスマスローズは元気ですよね。すごく元気だと思います。私も約できて、そうですね、強くて綺麗なクリスマスローズをね、皆さんにお届けしたいですね。そうですね、嬉しいですね。